仙台サンプラザは仙台市都心部東側の宮城の通りに面してあるホールホテル、会議室などの複合施設。JR つつじが丘駅の出入り口が門前にあり、はす向かいには龍丘公園がある。日本武道館に構造が似ているため、アーティストの間ではミニ武道館とも呼ばれている。仙台市内の固定席、ホール型の屋内施設としては座席数最大であるため、 コンサート会場として利用される。また、ホール形状が円形であり、一階席が収納されて平面床化できるため、格闘技の試合会場やコンベンション施設としても利用され、2001年の新世紀宮城国体ではボクシング会場となった。1991年3月、仙台市立龍岡病院跡地に勤労者の福祉の充実を図ることを目的として、 雇用促進事業団と仙台市が設置。勤労者職業福祉センターとして全国で7番目の施設となった。2004年同事業団が独立行政法人雇用能力開発機構となる際、約5000万円で機構分の施設を買い取って完全に市の施設となった。運営は仙台市と宮城県が出資して設立した。 財団法人仙台勤労者職業福祉センターが当たっているが、施設を無償対応されているにもかかわらず、ホール部門が赤字に陥り、2007年度に約4400万円の運営補助金を市から受けている。このため市は2009年3月、施設の運営を行う事業者を募集。同年6月、公募型事業提案方式により、契約相手方を決定。 同年9月末に同法人を廃止し、同年10月より仙台市内の企業により出資して設立された仙台サンプラザ株式会社と賃貸契約をする。賃貸期間は2020年3月までの11年6ヶ月間。敷地面積は約1ヘクタールで、地下1階、地上12階建てのホテルと地上5階建ての仙台サンプラザホールを有する。 併設のホールは円形の特徴的なデザインで、1階席は可動椅子と可動床となっており、コンピューター制御によって椅子を収納し、段床を一面フラットに変えることができるほか、可動式のステージを備えている。このため、最大2710席の大ホールとしての利用から、フラットな展示会場まで、あらゆる企画に対応可能な多目的ホールとなっている。 ありがとうございます。